前前前前前前あ、すごい熱々。ワンちゃん、やっぱさすが黒だね。あったかいね、ワンちゃん。気持ちいいですか。はい、プレゼントもらった。ほら。はい、こんなのもらいました。いろんな人の顔の中に、にゃんこがいます。はい、今日は3月14日でホワイトデーなんですが、逆にもらっちゃいました。昨日いただいたの。そうか。あそこっていうお店で、なんかあの奥さんにの方向で、うちが行かなかった方向だね。あ、なんかマスク、あれだよ、寝るときに使えるよ。今日はちょっと疲れてるから寝よう。じゃあ寝るときに、眩しくないように。目が疲れてるからいいかもよ。ちょっとあったかいのを入れたりできると治るね。十分じゃない？自分の体温で暖かくなるかも。ふわふわで。ほんまや、これはいいわって見えないわ。今、あ、にゃんこだ。にゃんこだ。かわいい。ほら。かわいい。にゃんこの。カーテンのタオル。ちょっと気持ちいい気持ちいいっていうのはどういうことって思った。あのワンちゃんにもやってさ、ワンちゃんも気持ちいいってなってたから、ジャックにもやってみようか。これ俺面白い顔になってることとしてなってるね。面白いおじさんになっていますなおじさんになっていますはい、はい、さあ、じゃあこの頭後半っていうのは後でやろう。後でね。これは何かな。いつもね、このね、入れ物がね、このエプロックがね、かわいいなって思って、イケアで売ってるし、かわいいよね。あと猫の
柄のにゃんこ柄のリップロックとかね、いつもかわいいの。あ、これコーヒーかな。お、違う。あ、美味しそう。イワシ、ごまイワシ。え、骨まで丸ごと食べられます。へえ、体に良さそうで美味しそう。おつまみっぽい。うん。これぜひ、これはじゃあ後で一緒に3人で食べます。はい、こんな感じのやつです。あ、これ便利。くるくる、これにメガネが入ってて可愛いですけど。よいしょ、よいしょ。いつもなんかいっぱいいただいちゃって申し訳ない。あれ、猫の醤油じゃん。へえ、かわいい。あ、柄が違う。醤油を入れると絵が出るやつね、うん、あ、この間話してたやつじゃんね。本当、うん、あ、本当だ。はいはいはい。あ、ここが深くなるから、うん、そういうことか。ここだけ濃度が濃くなって絵になる。なるほど。なんかシアン君みたいな柄になっているってことだね、うん。なるほど、なるほど。ありがとう。かわいい。これちょっといい。うん、かわいい、かわいい。すごい。いろんなこと考えるんだね、みんなね。はい、ということで、どうもありがとうございました。ありがとうございました。